マキのドカンルーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、マッキーのロッカールーム。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム DJ のマッキーです。今日も一緒にユナイテッドを応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動、応援メッセージお待ちしています。さて、鹿児島ユナイテッド FC、 前節はベガルタ仙台とアウェー戦、0対1での敗戦となりました。どうですかね、皆さんどのようにあの仙台戦を見て思われたんでしょうか。私が感じたのは、やっぱりその前の秋田戦からはだいぶこう修正してるんじゃないかなという印象を受けました。チャンスもね、たくさん作ってましたし、まあ、スタメンがまただいぶ変わって、前節から広瀬選手、渡辺選手、岡本選手、中原選手、武選手ね、大幅にスタメンを変更して臨んだ試合だったんですけれども、結構早いタッチでこう前線につなぐその形っていうのを作れてたんじゃないかなっていう印象があります。まあ、残念ながらセットプレーからの失点ということで、ね、その失点がやっぱり大きく響いたという試合にはなったんですけれども、いやでも、もう一歩でこう点数が取れそうみたいな、そういうチャンスのシーンっていうのは多く作れていたんじゃないかなっていう印象を受けました。皆さんはどのように感じてますか？よかったら応援メッセージ、そして仙台戦でね、感じたことなども送っていただきたいと思います。その中でこの試合で鹿児島の一員として公式戦デビューをしました永井選手、すごく良くなかったですか？もうすごかったですね。やっぱドリブルとかね、いやーすごいな、もっとこう長くプレーを見てたかったなって正直思いました。今日はですね、その永井選手のインタビューをお届けしたいと思います。それではどうぞ。ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールーム、自己紹介お願いします。はい、24番永井壮太です。よろしくお願いします。暑い中のトレーニングでしたけれども、大丈夫ですか？あ、大丈夫です、はい、結構きつそうだったですね今日。そうですね、やっぱ暑さもあって、はい、まあ、オフ明けっていうのもあるんで厳しいトレーニングだったですね。いや相当きつそうなトレーニング、はい、オフ明けからやってましたね今日、はい、夏の移籍で加入しまして、前節仙台戦で鹿児島の選手として公式戦デビューとなりましたけれども、まずこの鹿児島の一員として試合に臨んだ感触っていかがでしたか？そうですね、やっぱり前半からセットプレーっていうところで点を取られてしまったのはやっぱり反省すべき点だとは思いますが、まあ、サッカー的な内容で言ったら、まあ、自分たちのやりたいサッカーっていうのができつつあったと思うので、はい、うん、それをより突き詰めて次の試合に生かすべきなのかなと思います。少しそのこう手応えみたいなのってあったんですか？そうですね、やっぱ今回ボールを握る時間もゴールに迫るシーンっていうのも多かったと思うんで、うん、まあ、この試合で自信を取り戻すじゃないですけど、はい、選手が自信になればいいんじゃないかなと思います。自分自身はストロングは出せましたか？そうですね、まあ、出せる面もあったんですけど、まだ数は少なかったんで、もっと出していけたらなと思います。ただストロングであるドリブルの部分とか存在感はすごいありましたよね。で、まあ、そう言っていただけると嬉しいです。まだですか？まだまだ全然。こいつおもろいんでいっぱい引き出しが。いわきの時に一緒だった鈴木選手ですね、はい、結構そのいわきのメンバーもいますよね。そうですね、有田亮と、はい、鈴木翔太選手の2人ですね。2022の時ですよね、あの優勝チームの、ね、はい、優勝チームの時にですよね、はい、今もちょっとツッコミが入りましたけれども。いやいや面白いんですか？いやいや、もう僕からすれば誰が言ってんだろうって感じですけど。確かに、はい、あの方がおもろいですよね。面白いです。さあ、ちょっとサッカーの話に戻りますけれども、はい、左サイドをこう駆け上がっていったりドリブルでこう仕掛けたりっていうのをすごいなんかワクワクしますね。そうですね、まあ、やっぱり自分が小学校の時とか小さい時にワクワクする選手見てサッカーを覚えたんで、そういう選手になりたいなと思ってますね。もっと長く見たいなって思いました。そうですね、でまあ、はい、自分的にもやっぱり相手が疲れてきてる時間帯とかは得意なんで、うん、ああいう使われ方で結果出せるようになりたいなと思いますね。ゲームチェンジャーみたいな部分は、はい、得意ではありますね。やっぱりそうなんですね。仙台戦ちょっと振り返っていきたいんですが、まあ、0対1で敗戦となりました。悔しい敗戦ではありましたけれども、これ次につながる試合だったんじゃないですか？まあ、下を向かず、うん、諦めずにサッカー続けたいなと思ってますね。なんかでも連携の部分とかちょっとこうゴンの香りみたいなのはすごい特に後半はしてたような気がするんですけど。そうですね、うん、まあ、PK にはならなかったんですけど、はい、有田選手のあのシーンの前のところとか、はい、まあ、星光太選手の球際の部分だったりというのは、うん、ああいうのがやっぱりこれから大事なプレーになってくると思うんで、
あのプレーは参考にすべきだなとは思いますね。そうですよね。なんかそこら辺とか本当にもうちょっとだったのになっていう、そうですね、はい、ところ結構ありましたもんね。そうですね。いや、次節のこの清水戦がすごく楽しみだなと思っています。はい、あとちょっと永井選手の話、サッカー以外のところも聞いてもいいですか？はい、大丈夫です。ゴルフが好きなんですか？いや、めっちゃ好きってわけじゃないですか。あ、めっちゃ好きじゃない。まあ、ぼちぼちやってます。え、どんぐらいでもあるんですか？自分120いくぐらいです。120前半後半ぐらいですね。鹿児島、まあ、なかなかちょっとチャンスはないかもしれないですが、はい、結構いいゴルフ場あるんで。らしいですね。ちょっと翔太くんとかもやってるんで。そうですよね、はい、一緒にやれたらなと思います。鹿児島結構上手い人、井林選手とか、井林とか、ね、はい、井林プロ、プロすごいらしいですよ、はい、中原選手とかね。あ、そうなんですか。はい、上手なんで。そうですね、一緒に行けたらいいですね。ちょっとコミュニケーションとかもね、取れそうですよ ね。 あ、そうですね、ゴルフだとね。まあ、でもプライベート結構いろいろ趣味というかやること多いんで、そこで交流できてるかなと思います。そうなんですか、はい、例えばボーリングとかこの間行って、はい、そうなの、はい、メンバーは、メンバーは伊庭くん、匠、マサ、エースケで自分ですね。すごい面白いメンバーですね、はい、何の話するんですかそれ。あと有田もいましたね。有田亮選手も、はい、めっちゃ盛り上がったっすよ。おもろいっすやっぱり。いいな、はい、なんかいいですね。いや、面白いです。リフレッシュできました。まあ、そうですね、リフレッシュはしつつ、やっぱオンオフははっきりしないといけないの、うん、そういうのできる人なんですね。あ、得意っす。あ、さあ、そして座右の銘が、はい、諦めたらそこで試合終了ですって書いてあったんですけど、はい、バスケ。そうですね、スラムダンクすごい好きだったんで。なるほど。座右の銘なかったんで、はい、もうそれ出てきたっすね、一番に。安西先生、はい、これまた意外でした。バスケだなと思って。そうですね、バスケもでも嫌いじゃないですね、好きっす。スラムダンク、アニメも好きなんですか？アニメはあんま見てなくて、漫画と、うん、映画は見に行ったっすね。面白かったですよね、面白かったっすね映画、はい、今まさになんか諦めたらそこで試合終了ですもんね。そうですね、今は踏ん張り時っすね。本当そうですね。次節のお話です。8月24日明日土曜日19時キックオフ、清水エスパルスとの対戦になります。はい、まあ本当に強い相手だと思いますが、まず清水への印象って何かありますか？そうですね、やっぱり一人一人の技術は高いですし、チームとしても完成されてるなっていうのはあって、やっぱ J2 では頭一つ抜けてるなっていう印象あります。その清水に対してどんな戦いをしていきたいですか？そうですね、やっぱり技術であと1週間どうにかするっていうのはやっぱ難しいとは思うんで、本当にこの1試合にどれだけの覚悟を持ってピッチで戦えるかっていうのが問われる試合だと思うんで、うん、そういう意味でもこの今の流れっていうのを変えるいい試合なんじゃないかなと思ってます。ものすごいやっぱり覚悟で鹿児島に来てくれたんですか？そうですね、やっぱり半年間試合に出れてないっていうのもあって、やっぱり個人としてもこの半年はすごい大事だと思いますし、そういう残留争いですけど、そういう環境の中でサッカーするっていうことの覚悟は持ってきてますね。東京ヴェルディでやっぱりその出られない時期っていうのはやっぱり、はい、どんな思いがあったんですか？そうですね、やっぱりきついっていうのは正直な感想ですけど、その中でもやっぱりコーチだったり、コーチがやっぱ練習終わった後もトレーニングしてくれたり、それに一緒にやってる仲間っていうのはいたんで、はい、まあ、そういう積み重ねがあったからこの間の試合も別に不安とかなく試合に臨めたなっていうのが一緒あります。やっぱ半年も無駄じゃなかったなって思えた一試合だったなと思います。いや、それ大きいですね、はい、で、あの鹿児島に来てからもなかなかメンバーに入ることが難しかったじゃないですか、はい、その期間はどんな思いだったんですか？まあ、やっぱり最初はまあ何してんだろうって自分の中では思ってて、うん、まあ、苦しい時間も時もありましたけど、まあ、やり続ければいつかチャンス来るなと思ってたんで、まあ、そういう意味でも今回チャンス転がってきたなって感じあります、うん、来ましたね、来るべき時に来ましたね。ですね、すごいありがたいですね。そうですよね、ここからですね、はい、いや本当に楽しみにしているサポーターさんも本当に多いと思います。はい、はい、清水戦でも見せてください。はい、頑張ります。そして清水戦なんですけれども、はい、なんかスペシャルな企画があるようですね。そうですね、はい、小中高生先着1500人の方にベースボールシャツプレゼント企画ありますね。そうなんです、実は今日、はい、私あのラジオなんですけど、はい、あの来てインタビューさせていただいているんですが、はい、これすごくないですか？ 10周年の写真とか、はい、かわいいですね。かわいいですよね、はい、
乗ってたりとかですね、はい、これはぜひ皆さん小中高校生結構並びますよねきっとね。そうですね、僕も欲しいんで、ね、並びたいですけどね。並べちゃってもいいでしょうか。あのチケットもセットで売ってるみたいなんで、はい、そうですね、チケットもぜひ買っていただいて鹿児島応援していただけたら、はいはい、大人の皆さんはぜひチケットセットで、はい、これとってもお得になってますので詳しくはホームページ、はい、鹿児島ユナイテッド FC のホームページをご覧いただきたいと思います。はい、さあそれではあっという間の時間ですけれども、ここでサポーターの皆さんにメッセージをいただけますか。はい、まあ、選手スタッフ、まあ、全員強化部とかコーチ全員合わせて誰も諦めている選手はいないんで、まあ、一緒に戦ってくれたら僕たちも力になるんで、これからもよろしくお願いします。はい、永井選手の活躍を楽しみに応援してます。ありがとうございます。ではユナイテッドリクエストユナリクですが、はい、おいくつでしたっけ。今25です。25、若いですね。そうですね、やっぱ若い方の曲なのかな。試合前に聴きますね。試合前にその曲、はい、では曲紹介をお願いします。宇多田ヒカルの初恋で。試合前に聴くんですかこれ。はい、聴いてますね。なんか、はい、ドラマがすごい最近ネットフリックスのファーストラブ、ネットフリックス、はい、で聞いてすごくいい曲だなと思ってから聞いてますね。うわ、ファーストラブっていうタイトルじゃなかったでしたっけ。そうですね、ですよね、はい、いやちょっとじゃあその曲じっくり聴かせていただいて試合に私も臨みたいと思います。あ、そうですね、リラックスできると思います。確かに。ということですごく意外な一面を今日は見させていただきました、はい、鹿児島ユナイテッド FC の永井壮太選手でした。ありがとうございました。